徳山海峡及び徳山藩海府の250年を記念する徳山藩は江戸時代の藩、長州藩の師藩。当初の名称は下松藩。藩長は最初は須王国下松、後に同国徳山。藩長の置かれた徳山陣屋は飯野陣屋、鶴賀陣屋と共に日本産王陣屋の一つに数えられる。下松藩は萩藩の師藩で、 毛利リー・テルモトの子で、毛利秀成の弟にあたる毛利トシ・シュー・タカが、1617年に3万国を分与されたことから立反した。1625年の藩内検知では、実質的な国高は4万国余りであったと言われている。しかし、シュー・は、江戸に滞在することがほとんどで、実際に、下松に入ったのは1638年であった。なお、実際に、 幕府より藩として正式に認められたのは1634年3月のことであった。藩政においては、萩藩とほとんど変わるところはないが、家臣団の多くは、関ヶ原の戦い後に浪人した者や、本家の藩士における三難などの取り立てにより、編成されていた。徳山藩長である徳山城、跡地1650年6月、下松は、 交通に適していないという理由から、おさむたかは藩長を、道国徳山に移した。徳山は初めの神と言われていたが、おさむたかが徳山と解消した。第三内藩主、元次の第の1716年に、領民の流木の伐採をめぐって、宗家と対立し、幕府より本藩への比例として開役された。しかしその後、重心の名古屋里人らの奔走で、 1719年に、元次の子、元行が三万国で再興した。1836年、萩藩の圧戦により、徳山藩主は上司格となり、それまで、お立てと呼ばれていた藩長が、五条、五天と呼ばれるようになった。第九代藩主、元茂は、藩籍奉還により1869年に、徳山藩知事となるが、1871年5月には、 廃藩地権に先んじて、藩知事を辞任し、その所領を本家の山口藩に返還した。廃藩の時点での実質国高は6万9千国、余りだったという。なお、第一次長州聖罰の時に切腹した、福原元官や毛利高地下の養子子となった原徳は、第八大藩主、高鎮の子である。歴代藩主の墓は、周南市の大成寺にある。また、子孫は、 現在も同地に居住し、ゴルフ場経営などを手掛けている。戸沢四万五千石三万石四万石、おさむたかしもおりてるもの次男立藩もと県初代藩、主なりたかのいつを元もぎ初代藩主なりたかの四、男元行三代藩主元とぎの次男、高豊三代藩主元とぎの三男、高官五代藩主、高豊の次男、修順五代藩主、 高豊の十一男高鎮七大半主成順淳の、次男元茂る八大半主高鎮の七男、元校長府、もう年へより養子となる元秀元康成な高治む、K、ありがとうございます。